カルタニセッタ県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とはカルタニセッタ。最大の人口を有する都市は、地中海に面したジェーラ法制上の位置づけは、2015年に、従来の県から、コムーネ自治組合に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディコルタニーニセターと新設された、リベロ・コンソルツィオ・コムーノリーディコルタニーニセターが、 別項目になっているが、便宜上双方をカルタにセった県として、本校で扱う。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。シチリア東南部に位置する県で、南に地中海のジェイラ湾に面する。県域は、西北東南に長く、中央に境外部を持つ。北をパレルモ県、西をアグリジェント県、東をエンラ県及び、カターニア県、南東を、 ラグーザ県と接する。県とカルタニスッタは、県西北部の内陸に位置し、エンナから西南西へ約 21km、アグリジェントから東北東へ約 47km、カターニアから西へ約 90km、パレルモから南東へ約 93km、シラクサから西北西へ約 118km の距離にある。 2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市は以下の通り、カルタに接った県には22のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り、左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。ありがとうございます。